はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クシャトリラフェンリルです。さあいよいよね、診断が実装されまして、まあ私予想通りだったんですけども、そのクシャトリラのパーツ全部は来なかったんですよ。まあフェンリルとか、あとまあユニコーンとかね、ライズハットぐらいで、まあ例えばパーピアスであるとかパライドスっていうね、結構強めのね魔法カードとか、あの辺が来てないんですよね。スケアクロークシャトリラもそうだし、ティアラメンツクシャトリラっていうカードも来てなくて、まあじゃあどういうデッキになるかって話なんですけども、ちょっと純正で組むの非常に厳しいなというところがありまして、クシャトリラね、ただですよ、出張した時はめちゃくちゃ強いと思います。はい、特にねフェンリルなんていうモンスターはね、まあもう、まあ、言わずもがなではありますけども、まあ、OCG ではもうすでにこれ禁止カードであると、はい、マスターデュエルでは2枚使います。はい、で自分のフィールドにモンスターが存在しない場合に特殊感できて、でメインフェーズにクシャトリモンスターサーチできて、で攻撃宣言時相手のモンスターが発動した場合に表側のカードを除外できるという効果がありますと。はい、さすがに弱いわけないよねこのモンスターということで、今日何と組み合わせてきたかっていう話なんですけども、まあ、こういうね出張みたいな使い方で使われることが多いかなと、いうふうには思っているんですが、パンクです今日は。これめっちゃ相性いいんですよね。チューナーがレベル3なんでね、パンクってのはなんで、まあ、レベル10の、シンクロ召喚に、かなりつなげやすくなっておりまして、レベル10シンクロをして、まあ、制圧していくこともできるし、単純にフェンリルとか、ユニコーンとか置いといても強いですし、ちょっと上振れた場合はね、ランク7もできるんですね。ライズハードとかいる場合はランク7すると、まあ例えば、シャングリラであるとか、ディアブロシスであるとか、こういうモンスターを出せるということで、普通のそのパンクのムーブにプラスして、召喚権を使わずにディアブロシスが出るみたいな動きもできるわけですよ。これがねさすがに強いです。特にね、フェンリルから入った場合はフェンリルでライズハード持ってくればもうそこでランク7は確定するんで、あと横でパンク展開して、で適当にパンクのムーブした後にライズハード特殊召喚してからエクシーズ縛りつけてエクシーズ出せばいいのでね、はい、まあ、そんな動きを今日見せていければいいかなと思ってます。で基本的にはねパンクムーブです、基本的には。なんで純パンクのムーブですね。カオスルーラーとかのムーブじゃなくて純パンクの方のムーブ、ワゴンとかスパイダーとか入ってまして、このエクストリームセッションとか、絡めてはドローしながらねシンクロしていくみたいな。で、エースモンスターのこのアメージングドラゴンで、まあ、バウンスしたり、まあ、そういう動きをね狙っていくデッキになりますね。ちょっとエクストデッキがねちょっと調整まだ終わってなくて、なんかジャムドラゴンドライブも2枚いるのかっていう話もあるし、まあ、一応ねなんかクシャトリアいるかなと思ってこれ2枚くらい入れてるんですけど、なんかほとんど当たんなかったわ、なんかあんまり純正は。というわけで、まあ、フェンリルはめっちゃ飛んでくるけどね、ちなみに。はい、というわけで、パンクシャトリアのムーブ見せていきましょう。デュエルスタンバイ。うわクシャトリラめっちゃ来るやん、そんなにいっぱい来る。これユニコーンでサーチとかないな、ユニコーンでサーチとかない、フェンリル、いやでもこの場合はフェンリルから入った方が強いか、ランクならできるかもしれないしな。うらら打たれてエクストラ抜けるっていう、一応ね、まあ、そういう未来はあるかもしれないけど、とりあえずフェンリル特殊召喚して効果発動で、うわハウフニス来た。一応ハウフニスは除外できる、この後にスクリームカルテシアおるから、あー大丈夫だ、危ねえ危ねえ危ねえ危なかった。ライズハートですね、これは。で、フェンリル効果、まあ除外できるものはした方がいいですね。でティアラミツハウフニスをゲームから除外していく。でスクリーム効果で何かをサーチしてくるトラップカード、まあクライムかおそらくサーリーク、クライム、なるほど、 OK 了解。裏側除外だから回収されませんから、裏側で除外されたカードは回収できないと言われている。で、バースはちょっと奥の手なんで、とりあえずこうですね。で、攻めに効果発動。通る、なんもない、OK。じゃあ、普通にフォクシーかな。これ、フォクシーでユニコーンせるさ、ユニコーンをさ、バースで蘇らせるっていう動きできるの強くない、これ。割と犯罪ではある。で、フォクシーからのユニコーン。で、ちょっとバースをね、増やすかどうかはちょっと今すごい考え中です。はい、とても。難しい問題ではありますね、バースを増やすか問題みたいな。まあとりあえず1回このパンク、純パンクのね最強のムーブを見せていきましょう。まあとりあえずカープライジング出していく。広島カープライジングから、これ効果つかないで、広島カープライジングの効果を発動して自分をリリースすることによってデッキからパンクモンスターを2体特殊召喚できる。カープライジングと、ワゴンセール出していく。 OK で、ワゴン効果
魔法カードサチジャムエクストリームセッション発動で、シンクロ召喚ジャムドラゴンドライブで、これ先行クーラー出して、はい、で先行クーラー効果チェーン1チェーン2、ディアノートで自分の墓地のパンク特殊召喚チューナーですね、シャラクサイで、ここでシャラクサイ特殊召喚していく。で、ここからスパイダー手札に加えていく。でライフ払ったんでワンドロー、強すぎ、強すんぎ、強強強強強すんぎこのドローが強くなるんだよな、上振れると。いやパンクってマジでいいデッキだよね本当に。でスパイダーでデンジャラスパイ持ってきて、これ無限保養ね、これで。さらにワンドロー入れる、はい、強すんぎ強すんぎ、びっくりしちゃった、強すぎて。いやこれディアブロシス行くでしょ、多分キトカロス飛ばした方がいいよね多分ね。そうですね、アメイジングドラグーンの効果使います。で自分の墓地からパンク特殊召喚できるんで、8ですねこれは、特殊 OK で、もうエクシル縛りついていいんで、ライズハートからいきますか。ライズハート効果発動、ライズで特殊召喚しながら、デッキから、クシャトリラカード除外してレベルを7に変更で、相手の、デッキもなんか裏側除外のカードがね、増えるといいことがあるんでね。とりあえずディアブロシスですわ。さて、海外では使いすぎて禁止とされているモンスター電動銃ディアブロシスをエクシーズ召喚し、効果を発動、オーバーレイトを1つ使い、除外するカードはまあキトカロスでいいでしょう。さあ、制限カードのキトカロスを相手のエクストラデッキからぶち抜いていく。そしてディアブロシスの効果を発動、いや結構除外されましたね、結構除外されました、今5枚除外されましたね、5枚で、今だから要するに10枚除外されている状態といったところ。いやこれ難しいな、フェンリルよりかはユニコーンの方が強そうではある。エクストラ抜いてさ、これでさアーゼウス抜いたら勝ちまでありますね。でセットセット、ちょっとまあマクロ手段としてはやっぱりアーゼウスがまあちょっと怖いので、まあアーゼウス、あちなみに拮抗勝負には耐性が今のところありませんといったところ、拮抗ケアできる盤面にしたい場合は8シンクロでドラガイド出すしかないんだよね一応。まあ一応回答はあるメインギミックの中に。さあ白雪、あれモンスター号が使っていいんですか。まあデンジャラスガブ使うよね、デンジャラスガブで相手のモンスターの効果を無効にし、ライフポイント1850を回復していく。そしてこの効果の処理後、相手がモンスターを発の効果を発動したため、クシャトリラユニコーンの効果が誘発として発動、相手のエクストラデッキを確認し、そのカードを、吹き飛ばしていく。なんだろうな、まあ、カレードハートか、あなんかアーゼウス入ってねえや、まあ、じゃあカレードハート抜けばで、ディアブロシスの効果発動。さあさらに相手のデッキトップをひたすらに除外していく22枚えぐ、22枚裏側除外だって。このカードなんで許されてるんですかね。いや普通にディアブロシス禁止でいいと思うけどな、不快じゃないこれ。まあ許されてるから使うけどね許されてるから使うけど、ルールカード、そうそう。で魔法カードを使ったので、バースの効果を発動、相手が魔法カードを使ったため、相手の墓地のカードをさらに裏側で除外していく。終わりだろこんなもん、終わりだよ、終わりだよこんなものやばいやばい、やってることイカれてる、マジでマジでイカれてる、クソやべえわこのデッキ。でかデッキっていうかね、ディアブロシスがやばいね、ディアブロシスがマジでやばい。まあ、ちょっとねこれをね安定的にしてくるっていうね、あのクシャトリはその純正で組めるようになった瞬間世界終わるね、これ、うん、世界が終わると言っておこう。まあ、とりあえずディアブロシの効果どうするわ。相手なんでサレンダーしねえんだ。で、ライズハートの効果、動き見てえのか。
ミシア領事はてめえのデッキ全部なくなるぞ。あ、そっか、もうデッキねえわ。相手メインデッキねえわ。だから除外できねえんだ。やっちゃいましたね。これはまあとりあえず1回バルネス出しますか。相手の鬱陶しい誘発などを弾くためのフルーリングバルネス出して、はい、でバース効果。お疲れした。いやー、なるほど、フェンリルあるから生きるんじゃないですかこれ。で高校でもなんかフェンリルがさ見守ってくれてるとワンチャンありそうだなって なるよねこれ。いや、なんかいい時代になってこれってか、逆に言うとこれフェンリル採用できないで、うわー出たスプライトだ、先行番長だ。いや、フェンリルが採用できないデッキ、逆にデッキじゃないまである、もはや。いや、でもそういうレベルじゃない本当に。なんかさ、その制約とかの関係でフェンリル採用できませんっていうだけで、なんかそのデッキ弱くなりそうですよね、この環境的に。どうなんですかね。いや、早くね、このモンスターは使い倒さないと、まあ、どうせ禁止になるんで、ここに無限ホイ打つしかないよな。後から出てきてキャロットとか言われたら普通に無効にされちゃうから、まあ普通にここに無限ホイ打つしかない。打たざるを得ない問題発生中。いや、これどうすんだろうな。一応エルフから展開、あ、違う、スプリントから展開していくことはできそう。2枚入っていれば、まあさすがに入ってるか。はい、さあここから、あ、スプリントね、オッケー、なるほど。まあでもギガンティック使ってるし、そんなに展開伸びない気しますけどね。手札にブルーとかあったらやばいけど、出してると思うんだよな。あったら抱擁受けたいもんね、そこで。まあ一回ちょっと、はい、あ、いいでしょう。いや、スプライトも毎回上振れてるわけじゃないでしょ、ハンド。え、召喚ムービーできたの。あ、新しいモンスター来たからか、イラスト違いのマスカレーナ。なんだけど完全に、マジかよ。これマスカレーナとマスカレーナとマスカレーナ出す時代来たな、これ。エロすぎて。とりあえず一回フェンリル出すわ。ヘイヘイ、おはようございまーす。おはようございます。ティアスプライトってちなみにフェンリル採用できますよね、別に。はい、マスカレーナどうぞ。なんだろう、ま、あ、アストラムですか。サロス、エレス、クルヌギアスは4体だもんな、これは。あー、アストラムか、なるほど。うわ、ダリーナ。でもアストラムって小 A くらいでしか突破できないんだよね。普通にうざい。まあ、とりあえず1回フェンリル、小 A 墓穴がワンチャン、抜く筋ではありますね。どうしよっかな。これ次のこと考えてフェンリルもあるし、ワンチャン展開通った時はライズハートなんだけど、まあ、ちょっとライズハートで一回強気のライズハート。セカラなんだろうね。まあ、とりあえずジャムエクストリームセッションを発動。これセアミンの効果発動したらワンドローが入るという算段で、セアミンちゃん召喚して効果発動。破壊されなければ大丈夫なんだけどな。あ、無限保養か。あ、まあまあ無限保養はまあまあまあいいでしょう。無限保養 OK で、無限効果発動されてセアミンの効果が無効になっていく。でエクストリームセッションを効果発動できるんでワンドロー入れる。 OK で1枚ドロー。ユニコーン、ガンダムユニコーン来たか。まあ、今あんま関係ないな。重心キロ急いでやんなくても後でできるか。これフォクシーチューン効果発動して、まあ、ちょ8した後に10とかできるからね、別に。だからとりあえずアタッカーを増やしに行きたいといったところなんだが、いや、何これ、それなんだ、まだあんの、なんか、何、それ何。あ、うわー、めんどくせー。なるほど。いやー、鬱陶しいこと起きたー。ランク7してもなー、アストラメが抜けないんだよなー。ディアグロシス出しても意味ない、まあ、意味はなくはないけど、まあでもエクストラ破壊したところでアストラメに抜かれる。シャングリラも別にそんなに意味はない。いや、これ、小A なんじゃない？いや、これ、小A でしょ。小A で、で、墓穴焦って使う必要ないから、相手の動きに合わせて墓穴打って、良きタイミングで、相手のアストラムもろとも除外する作戦でいきますか。まあ、これ、殴ったところで結局、倒せられちゃうもんね。まあ、今日のところは、こんぐらいで勘弁しといてやってもいい。
じゃあ抜けねえっていうかアストラムがなんだかんだアストラム強いよな、まあ、アストラムへの回答はねちょっとデッキの中にないと、まあ、ちゅん積んじゃいますからね。いや強ないそれ、まあ、いや大丈夫か、大丈夫だ、生き返るを普通に吹き飛ばせばいいわ。え、その反応、その反応に、うわー強すぎた、ふざけんなマジで。いやまあでも今打つ必要ないな、今打つ必要ないな、エルフ対象取って時とかでいいもんな。いやこれさ、いやわかんねえ、これどうすんだろう。ブルーからのジェットからのジェット、はい、ブルージェット置くだけしてスターターかな。スマッシャーズなわけないもんね。別に照英なんていくらでもアストラムで突破できるでしょと思ってるでしょ相手で、ジェット効果で、いやスターターは本当にやめていただきたいと思っていますが、ガンマバーストか、なるほどなるほど、ああそっか、ワンキル取ろうとしてんのか、照英を殴って、なるほどね、はい、エルフ、ガンマバーストしちゃいけ、おいけんじゃんこれ、ガンバ大阪でしょ、エルフ効果、いやこれ対象ってやつ動かせばいいでしょ、あーオッケー、これこうして、まあさすがにこれは着替えるしかないね。さあとりあえず変えるにはもう一生生き返ってほしくないから、生き返らないにしてもらって、生き返らないにしてもろって、で帰れなかったんで生き返るも生き返ってこないで、相手手札は、バーストしかない。で、照英効果。カードが除外されたため、相手のカードを選んで除外できる。いや、まあ、こうでしょうね。よし、これで、アストラム行ったから、手札ガンマバースト。いや、これは耐えてる。やれることもないだろ。言うて。え、これもう、あ、でも、次、アーセンス出るのか。ギガンティックスプライト。なるほど。ギガンティックスプライト出てくる、除外されてるカードの数だけ打点が下がっているので今のところは抜けていない。だからガンマバーストがあるから、はい、でギガンティックから出てくるモンスターが、あ、でもこれアーゼウス乗っけられる方が嫌だったかな個人的には。うん、何、いや個人的にはダウナードアーゼウスの方が嫌だったから、まあ別にそれはいいんじゃない。でこのガンマバーストでぶち込んでいくとでしょ。ああ全然、いやそれなら全然いけます多分。普通にユニコーンで殴れる、あーユニコーン見ようか、スパイドガンマバースト、まあ、ランクならできるからね、これランクならできるから。でしかもなんかユニコーン特殊召喚してさ、バース持ってくるって言ったら相手止めるしかないんじゃない俺墓地にフェンリルおるからな。なるほどね、はい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 、終わりました。まあとりあえず一回ドローしてディアノート、なるほど。まあとりあえずそうですね、これフェンリルいるから、これガンダムユニコーン出して、でバース持ってくるって言ったら相手絶対止めるしかなくて、これ絶対止めるしかないでしょ。泣く、いや、ま、やべ、止めさせるか、止めさせよう、これ止めるしかないでしょ。だってフェンリル持ってこられるもん、フェンリル持ってこられたら世界終わりよ、バース発動で終わりよ、お前世界終わると、お前それリリースしかないんじゃないか、リリースしかないぞ多分マジで。あ、そうだよな、オッケー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 、リリースするしかない、はい、まだ破壊される、フェンリルは、あ、フェンリルじゃない、ユニコーンはいいでしょう。いやーこれねー、言うてアライズハートのすべきあんま強くないんですけど、まあ、とりあえず1回エクストリームセッション効果発動して、セアミン除外からの、ディアノー、こいつは墓地へ行くとね、蘇生できる効果あるんで一応それは使え、あ、パンクいねえか、パンクいねえわ、もう1回ユニコーン除外して、で裏側除外からのバトルフェーズ入る、やることがないのでバトルフェーズレベル回らないしな。まあ、とりあえずね、このライズハート君は永続的にレベルが7になるんで、次のターンにターンが返ってきても僕はレベル7です。さあ手札1枚からきついだろ、スターターしか無理だぞ、これ。多分。もちろんそうすない。これスターターしか無理。よし !OK! これもらった、ドロー、神ドローなんだけど、神ドロー。
マジでもうセアミンが吸い付いてくるぜ。最強だぜ。これどうしようかな。もう何でもできんのこれ。一応スパイディ出しに行くか。でスパイダーメンで、あーガム持ってきちゃったー。意味ねー、これなー、これ意味ないんだよなー。ごめんなさい、スパイダーで持ってくるカードを持ってきてしまいました。これはしょうがないですけどね。バロネス出して、効果をせずで、エクストリームセッション効果でセアミン除外してスパイダー出す。いやこれなんですよね。ここで本当はデンジャースカブをサーチするっていう動きしてワンドローをするっていう動きだったんですけども、死んでしまって、まあ、計画が崩れました。まあ、関係ないね、ドラゴンドライブできるから。で先行クーラーの効果をからの、ディアノート効果、自分の墓地から蘇らせるのが、スパイダー蘇らせて、はい、でスパイダーメンチャンネル登録者1000万人からの、ウサギ持ってくる。はいはいはい、ワンドロー、はい最強、はい強すぎで叩き割る、はいはい、ウリオッケー。バトルフェーズいきましょうか。バトル、いやーマジでクシャトリだとかいうカード、出張した瞬間ぶち壊れるな。あーいや、クシャトリラおもれー。まあ、ちょっと本当はね、純正クシャトリラで組みたかったっすけど、多分ね、純正クシャはマジ無理なんじゃ。左腕切り落としてるけど、なにこれ、芝刈り名推理、なるほど。名推理、なにこれ、デッキ。ノイドか、デッキ枚数は、うわ、もうめっちゃ多いじゃん。あ、ノイドだ。1だろ、じゃあ。ノイドは確かレベル1のなんかなんだっけ、なんちゃらってやつが通常召喚できるんで、まあ、そいつって言っといたら多分、まあ、特殊召喚、うわやばいやばいやばい、なんか分からない、すごいカードいっぱい入ってるな。あかんな、落ちすぎでは、さすがにちょっとやばいって。何、誰誰、あーイグニス、やばいかもしれない。イグニスはあれやべえ、俺これ死ぬ、これイグニスはちなみにどういう効果かというと、フィールドの、炎属性モンスターをリリースすると相手に墓地の炎属性にかける100ダメージを与えるという効果なんで、うわ2000ポイントはやばくない、2000ポイントはやばいでしょ。ちなみにこれ耐えちゃいんですよね、この人。あか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 、止まれ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 、止まってよ、止まってくれ頼む、もう何も得しようか、うわー交通事故でしょこれ。